大竹のもっと言いたい放題火曜日は武田聡さんですが今日はマイ,ナマイナカード問題どうなったんだと、はいまあ、あのこの数週間まあニュースがですねあの福島原発の処理水の放出の件が中心になってましてそうすると一つのニュースがこう集中的になるとどうしても一つ前、二、うん、つ前を忘れるというね毎度のことが起きているわけですけれども今、自民党が。 東京都の、ね、選挙区であの公明党との協力見直したりしていて、うん、まあちょっと選挙があるのかななんていうことがによってきてますけど支持率のここを最近の低迷やっぱりマイナンバーカードの問題大きかったんで、はい、まあそれを小さく見せようとする動きってのはまあこれから盛んになってくると思うんですが、うん、まあこの数週間だけ見ててもですねやっぱ新たな問題点、うん、新たな論点というのがまあ相次いで出てきていて。うん まあ一昨日あの河野太郎さんがですね講演でデジタル化は温かく優しい社会を作るための一つの手段だと安心してカードを持って日頃から使ってもらえるとありがたいというふうに呼びかけたんですけどもまあ事実上の義務化っていうこの強行手段はどう考えてもまあ温かく優しくはないだろうというふうに思うんですけどあの3月末の時点でほぼ全国民に行き渡ったという言い方を強引にしたんですけど。 今日総務省発表しているデータをチェックしてみたらですね8月31日の時点で保有枚数というのが人口に対する割合で約71.7%という数値なんですねつまり100人のうち30人は別に保有をしていないとこれを決してやはり全国民とは言えないと思うんですけれども。 まあ温かく優しい社会を作るのであれば、うん、まあこの作っていない人たち作ろうとしていない人たちへの配慮というのは当然必要になってくるわけですが、うんはい、1>, 1週間ほど前の読売新聞の世論調査で、うん、マイナンバーカードをめぐるトラブルについての政府の対応を評価するとしたのが38%で、うん、評価しないが52%だったと、うんうん、で岸田さんがこのマイナー関係のトラブルで指導力を発揮していると思うという人は17%で、うんうん、思わないが74%。 なるほど河野デジタル大臣の対応については評価する36、うん、評価しない53、うん、評価する意外に高いなと思うんですけどこれはでももしかしたら <laughs>、はい、ま集中的に報じられなくなったってあたりが大きいのかもしれないんですけれども今ご存じのように総点検やってましてこれ11月末が期限となるんで。 まこれ最終結果がどうなるか分かりませんけど、まあその前に内閣改造が控えていて、この改造で河野大臣どうなるかわからないってのもありますし、あの最初、岸田さんはですね。6月の時点では総点検秋までにやるっていう形してたんですけど、8月の会合では11月末っていう表現変わったんですね。まこの辺りがどうも政治日程と色々絡んでくるんじゃないかなと。つまり、その点検を終えた後にその数値がやばい場合というのは？ やっぱり当然ですがその前に選挙やっておいた方がいいぞということになりかねないわけですね。来年度のです、ね、予算の概算要求というのが明らかになったんですが、うん、デジタル庁が来年度の予算として過去最大の5,819億円というのをまあ要求してまして、うん、その中でですねマイナンバーカードの広報の費用というのが6.8億円。 要求されてると、うん、これ今年度の予算より1.7億円多いと、うん、まだ広報するのかよっていうかまだ広報が必要なのかよっていう、うん、あまあここまで来てまだ広報が必要っていうのはどういうことだっていうふうに考えると逆にまあ問題が残りまくってるっていうのがよく見えてくると思うんですけれどもでも昨年からしつこく広報してきたのがあのマイナポイントキャンペーンですけどあの今月末にこの申請期限というのを迎えるんですね、うん。 この2万,分2万円分のマイナポイント最大2万円分のマイナポイントを受け取れる9299万人のうち23%が未申請だということを総務省は明らかにしてましたこれまた9月末までに殺到するんじゃないかということも言われているんですねあ今、新たにちょっと浮上してきた問題としては、うん、えと JR 東日本と西日本がです、ね、来年、障害者割引というのを適用した乗車券を、うんまあ、ネットで申し込めるサービスというのを始める予定だと。 これネットで始めるというのは、うん、あのいいことだと思うんですね、これによってその窓口で障害者手帳を見せる必要がなくなるわけなんで、これを使うためにマイナンバーカードをですねマイナーポータルに登録する必要があるということが出てきまして、うんまあ、マイナーカード取得が困難な障害者の方もいるのに、これで果たして便利になるのかと,と言えるのかと、割引するなら、当然、まあ、身分確認というのは必要ですけれども、マイナーカード取得を義務化する必要はないんじゃないかと。うん これ東京新聞の記事に出てましたが、うん、障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会の事務局長がです、ね、言うには、まあ、顔写真の背後にこのヘッドレストが写っていた、うん、こんなことが理由でカードの申請自体が却下されたという障害者の方もいらっしゃるというんですね、うん、でコメントを出されてまして本来は障害者にとって便利になるサービスのはずだと、うん、公共交通機関なんでなるべくすべての人が使えるような設計をしてほしいということを言っていたりするんですね。うん でこの障害者と生活障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会というのが、うん、6月に健康保険証を廃止マイナンバーカード取得強制の中止を求める、えー、小前協声明というのを出してまして、うん、これ読むとですねやっぱりマイナーカードの問題点が非常にはっきりするんですね、うん、私たち小前協は現行の健康保険証を廃止しマイナンバーカードと保険証を一体化させる マイナ保険証の取得強制政策は社会保障を歪めるとして断固反対していると。うん、で長年国民の医療を受ける権利を保障してきた国民皆保険制度を崩壊させない、うん、崩壊させかねないというふうに言ってんですねで、うん、マイナンバーカードというのは任意取得じゃなきゃいけないんだからその選択というのは個人の判断に任されていると。うん、しかし今回の法案では保険証を人質にしマイナンバーカードを取得させることが最大の目的になっているし観点が著しく 欠けていいるんじゃないかということを言っていてい、うん、このマイナー保険証の問題っていうのは、まあ、僕なんか自分のようにですね、まあ、幸いにあんまりこう病院に行かない人よりもですね、うんうん、ま定期的に病院に行かれたりすることの多い高齢者の方、うん、まあ先ほどの声明であれば障害をお持ちになっている方の不安っていうのはやっぱり直視しなくちゃいけないわけなんですけども、うん、それがやっぱり政策上のこう強引なやり方によって後回しにされていると。 で岸田さん、よくそのマイナーカードについて、うん、まこのデジタル化によって誰一人取り残さない社会を実現するっていう言葉非常に常套句のように使ってるんですけれども、まあ、これ今、事実上の義務化、うん、強制的にということになるとこれはまあ誰かを取り残してしまう社会を作るということになってしまうと思うんですよね。こここういう声っていういいののの果たたしててどままで受け止めているのかこれがまたその政治日程の、うん プロセスの中でどういうふうに話題にするか話題にしないのかみたいなことをハンドリングしてるとまたこれ大きな問題が起きた時に隠そうとしたりとかで出てくるしまあ現状やっぱりね最初に言いましたけれどもまだ71.7%しか保有してないものなのでそれに対してやっぱりここから事実上の義務化を目指させるっていうのはかなり強引だと思うし決してこれ今国民全員がほぼ国民全員が持ってるものではないのでその辺りをきちっと直視した。 政策をしてくれるのかどうかっていうのはやっぱりチェックしていかないといけないなというふうには思いますけどね2位、うん、だ,だって言ってるのに、うん、その保険証がなくすっていうね2位、うん、ならさ、うん、保険証はあっていいじゃないそれはだか。ら本当にもももう何度も何度度 繰り返し言うべきだと思うんですね。あの義務じゃないからね。二位だって、二色ですから。あと国がさ、こう二位だって言いながらさ、取る人には二万ポイントくれると、二万円だよ。大きいですよ。二万円くれるってさ、まあ我々の税金ですけどね。税金だけどね。でもさ、そんなサービス国がするかなという逆に疑問も湧くよね。ねあの。 あ、ビリーン性があなた上がりますよだけなのかなっていうふうに思っちゃうよね。なぜとこれやっぱ考え続けないと。政治のネタにされちゃうこところね。はい。はい。はい、もう佐藤さんはしつこくやってますので、またみんなが忘れかけた頃にきっとまたこのコーナーでね、うん、え、やってくださいと思います、うんうん。どうなったあれって。ね、うん、マイナーカード問題どうなったでした。うん、え、この後と佐藤さん二次の時報までご一緒します。はいはい、もっと言いたい放題でした。